Hello, sir. First, I want to make a statement. You mentioned the opening video. It was amazing. It went goes beyond language barriers when you express the human spirit. It was really wonderful. The live production seems even better now. And I think in today's Soko Kakutogi world, it is not, it's been oversaturated. It's not about putting on two events a week where someone like myself that watches every single fight gets fatigued and can't remember this fighter or that fighter, and even halfway through the event, I don't remember the outcomes. Today, I have a very good feeling that Ryzen is just on the verge of what's really important, and I think not only is that the fighting spirit, but it's about making stars. You have so many tonight on just one card that are on the verge of real, real stardom. Kyoji Horiguchi, Tenshin, you know, even Amir, if you keep Amir in and make a heavyweight title, and definitely King Reyna, you know, some of them, most of them only have had two fights in Ryzen, and already I feel like they're on the verge of becoming superstars, and that's what matters for an organization. I think it's in a very good spot right now after tonight, so I just wanted to make those comments, and if you have any thoughts, please expand. まずは先ほどオープニングビデオの話が出ましたけれども、 本当に私は見ていて素晴らしいと思いましたし、あれはもう言語の壁を越えた素晴らしいものだったと思います。で、今日の総合格闘技において、やはり試合数ではないということを証明しているのがこのライジンの存在だと思いますが、2週間、1週間に2試合だとか、2イベントだとか、どんどんやっている団体もありますけれども、 あまり数多くやると、飽和状態になってしまいますし、途中でどの選手がいたかとかっていうのも忘れてしまうような、そんな状態になってしまうので、そういう意味ではライジンのあり方っていうのはすごく素晴らしいことですし、ライジンのような1試合で、たった1試合でスターを作り上げるというような、団体としての、大会の作り上げ方っていうのが本当に素晴らしいと思います。で、今日で言うと、堀口恭司選手だとか、 那須川天心選手っていうのが本当にその、たった1試合でものすごい存在感を見せたと思います。で、キングレーナ選手もしっかり、そういったスーパースターを生み出す、舞台っていうのを作り出すのに、ライジンの今夜のライジンが本当にそれを証明してくれたと思います。そういったこと、私はそういうふうに思いますけれども、これについて<笑>ご意見を伺えればと思います。はい。 本当にそう言っていただけたことを嬉しく思いますし、本当にこう、なんて言うんですかね、スターは、僕がプライドの時代もそうですけど、勝手に生まれるものじゃないんです。やっぱり本当にプロモーションの考え方、我々の何を見せたいか、何のために戦うかっていうことをきちっと選手とプロモーションが共有すること。 それをファンに伝えていくこと、本当に単なる白いホワイトマークを続けていくためだけがキャリアアップじゃないんです。本当に何を戦うことで届けられるのか、何を本当にファンに伝えるのか、そこをきちっと選手がに理解させる、そこを分かってもらう。単に勝つことだけを目指すのは僕はアマチュアスポーツだと思っていて、そういうことではなくて、プロは フットボールプレーヤーのクリスチャン・ロナウドが、自分のことを、自分はフットボールプレーヤーじゃなくてエンターテイナーだって言ってるんです。だから僕はリアルファイトです。だからこれはもう、シュートファイトなんだけど、シュートファイトをやるプロフェッショナルはエンターテイナーじゃなくちゃいけない、そう思っていて。だったら戦うことで何をみんなに届けるのか、そこをみんなそれぞれの選手にきちっと 自分は何のために戦ってるんだっていうことをまず気づかせることをチャレンジしたりしてます。だから毎週末大会を開くことっていうのは、僕はその
コンテンツの消耗を促すだけだと思ってるんですね。プロモーションもプロモーターもやっぱりこの日のために全力で何ヶ月もかけてやっぱり選手を磨き、そしてたくさんのお客さんに来てもらうための準備をし、やっぱりこう非日常的な空間を届けたいんです。今日終わったイベント来週はないんです。もう10月までない。東京に戻ってくるのは年末です。僕はだからためと私服だと思っていて、きちっとためがあること、また見たいってで毎日毎日おいしいステーキを食べたら飽きると思いますから、だから今は本当にこうどん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 プロ世界中のプロモーションがファイターのファイトを消耗している時代です。僕はだからそれではこのスポーツの未来はないというふうに思っているので、まあ、他のプロモーションがやっていることを否定はしませんけども、僕らは違うアプローチでこのスポーツの未来に貢献していきたいし、きちっとこの舞台からヒーローを作っていきたい。ライジンには堀口がいる、ライジンには天心がいる、ライジンにはキングレナがいる、ライジンには新宿クライアーがいる。そういう選手たちをきちっと、じゃあ今他のプロモーションにももちろんヒーローとかスター選手はいると思いますけど、やっぱりそういうきちっとした圧倒的な存在感の選手を、これはプロモーターが選手と共に作り出して、ファンと共に作り出していくものなんじゃないかなと、そう思ってます。これはでもプライドの時代もそれを繰り返してたんですね。でプライドの時代に作り出したスター選手を消耗して消耗して消耗して、今も世界中のプロモーション、特にアメリカのプロモーションはそういう形でのマッチメイクをしてますけど、僕は違うというふうに思っていて、次の時代、次の扉を開くニュースター、これは本当に時代は共に進みますから、やっぱりまあ本当にビッグネームの選手たちはもちろんリスペクトしてる、でも次の時代を動かすのは今の10代とか20歳とかそういう選手たちがキラキラした魅力とともに次の時代の扉を開いていく、そういう選手にきちっと戦いの舞台、戦う場所を提供していく、そういうことが大変な作業ですけど必要だと思います。今日お客さんに来てほしい、今日ペーパービューを買ってほしいと思ったら、常にビッグネームというか名前と顔の一致した選手に頼りがちなんです。でもそこをもちろん力を借りたいと思いますけど、そういう選手の試合もありながら、でもやっぱり自分たちが次のスターを作っていく作業、育成と普及だと思いますから、そういうことを考えていけたらいいかなと思ってます。榊原さん、おめでとうございます。